平野の仕様、エルジャパン、表紙起用の裏で海外志向スノーマンラウールは窮地。ジャニーズ事務所の元メンバーである平野紫耀26、が、ファッション誌、エルジャパン、ハースト夫人画放射11月号の特別版で表紙を飾ることが話題となりました。この驚くべき天気によって、平野の新たなキャリアがスタートし、注目を浴びています。 一方で、もともと海外での活動が期待されていたスノーマンノラウールは、ジャニーズ事務所の問題により窮地に立たされています。本校では、平野市用とラウールの対照的な状況を探り、ジャニーズ事務所の海外企業との信頼回復について考察します。平野市用のエルジャパン、表紙企業。 ひらの仕様は2023年11月、日本のファッション誌、エル・ジャパンの特別版で表紙を飾ることが決定しました。このニュースは日本国内外で話題となり、ファッション界での新たな展望を切り開いた瞬間でした。なぜなら、このファッション誌はフランスの有名なファッション誌、エルの日本版であり、その名声と影響力は計り知れません。 発売前には予約完売のサイトも登場し、その人気ぶりを物語っています。平野仕様は2021年5月にジャニーズ事務所を退所し、翌月に滝沢秀明氏が立ち上げた新プロジェクト、飛べに参加しました。その後、ファッション界での活動を本格化させ、特に L ジャパン、表紙の起用はその成果の一つと言えるでしょう。これは、 彼の努力と才能が高く評価され、新たなステージに進むことができた証でもあります。ジャニーズ事務所の苦境。一方で、平野の成功に対照的に、ジャニーズ事務所は現在、苦境に立たされています。この苦境の要因の一つは、小ジャニー北川氏の性加害問題によるものです。 特に海外企業は人権意識が高く、性加害問題に対して非常に敏感に反応します。そのため、海外での活動を目指すジャニーズタレントにとって、この問題は大きな障害となっています。実際、フランスの高級宝飾ブランド、カルティエは、性加害問題の状況を鑑み、イベントに登壇予定だった、キスマイフト2の玉森裕太の出演を取りやめました。 海外企業がジャニーズタレントとの連携を見送るケースが増加しており、これがジャニーズ事務所にとって大きな打撃となっています。ラウールの厳しい立場。一方で、ラウールは以前から海外でのファッションモデルとしての活動が期待されていました。2021年1月にはパリコレにランウェイモデルとしてデビューし、その後も海外のファッションショーでの活躍が期待されていました。 しかし、小ジャニー北川氏の性加害問題が世界中で報道され、これがラウールの活動に大きな影響を与えました。ジャニー氏の性加害は海外企業が大きく問題視している。3月に BBC で報道があった時、一番仕事に影響するのは海外でモデルの仕事をしているラウールだと言われていました。最近ラウールは外資のファッション誌に掲載されていません。 やはり大使のブランド側も立っているとか、と、広告代理店関係者が指摘する通り、彼の海外でのキャリアは停滞してしまったようです。平野とラウールの対照的な状況。ここで注目すべきは、平野氏用とラウールの対照的な状況です。ジャニーズ事務所を辞めた平野が、 海外ファッション誌の表紙を飾る一方で、ラウールはジャニーズ事務所の問題により海外での活動が難しくなっています。平野がファッション界において新たなキャリアをスタートさせる一方で、ラウールはその一歩を踏み出せないでいるのです。この状況は、ジャニーズ事務所の海外企業との信頼回復にも影響を与えています。 ジャニーズが海外企業に対して再び信頼を築くには、成果外問題に真摯に取り組むだけでなく、タレントたちの海外での活動を支援し、促進する必要があります。平野の成功は、ジャニーズ事務所にとっても一つの希望と言えるでしょう。結論。平野市用のエルジャパン、標識用とラウールの海外での活動の停滞は、 ジャニーズ事務所とそのタレントたちにとって重要な課題を浮き彫りにしています。性加害問題による信頼の低下を克服し、海外での活動を再び促進するためには、組織とタレントの協力が欠かせません。平野の成功は、ジャニーズ事務所の未来に向けた巧妙の兆しと言えるでしょう。今後の動向に注目が集まります。